目だと思っていてもついやってしまうことですか？洗濯物を洗濯機の上に溜めることです。あやつるぽんです、まあまあその前にあのオープニングで髪カサカサさすのやめてくれ。入ってましたか？入ってたどうなろうかなってね思った時にカサカサ言うから何のことかな思ってる。すいません、小野さんが資料でも整理してんのかな思ったら全く資料関係ない女がパラパラパラと触り出してね、はい、失礼いたしました。カサカサという音。いや頼みますよ、はい、本当にね、本当に、洗濯物は何置いてまうの？いやもう全部ですね、畳んだやつをタンスに戻さずあの洗濯機の上に積んでまた着るからいっかっていうことになってます。ああなるほどね、はい、洗濯するのはすんねや。はい、するまではできるんです。ああ、ほんで一応畳むんや。はい、でそれを持っていかずに上に置いて、はい、そっから取んねや。そうなんですよ。畳む時はどこで畳むの？ほんの、うん、あもう洗濯機の前で畳んでそれを順番に上に置いていくんですよそうか、はい、それはなんか入れるところの前で畳んだらね入れていくんやろうけど、あ改善できないですね。その距離ほんまにめちゃくちゃ短く、500メートルもいかんぐらい、20メートルぐらいの距離なんですけど。何言ってんの？え、洗濯機から、あの、いや、20メートルってめちゃめちゃ広い家じゃん。めちゃくちゃ広い家。兵道さんぐらいまでです。どれくらいですか？これ30メートル。2メートルやね。2メートル。ちょっと待って。じゃあね、で、なんで500言うてんの？はい、2メートル。家の中で500なわけないやないか、お前。そうですね、500メートルリレーしたことあるんですけど、あんな部屋広ないです。500メートルリレーって最低でもお前100かける4で400メートルリレーやとわかるけど、お前500メートルリレーってむちゃくちゃやなお前、はい、20メートルってあれやで、25メートルプールを考えたくらいの長さやで。そうですね、でなかなか広い部屋に住んでるという嘘をかまし出しました朝からいるやしな朝から言われてね、はい、今日も飛ばすね。飛ばしてる。飛ばすで捕まりなよと。ね、何も言えないぐらいに。置いていくぜと、はい、おお言うてね、ジム&ジェンの伝説ですけども。ダニーダポンのなるほどねワールドシーズン8。司馬流からいただいた第一問。恥をかかせて名誉を傷つけるという意味の慣用句です。はい、さて、顔に何を塗るでしょう。はい、まあ、これはねわかりました。これは何回も聞いたことあるし、はい、ね、1問目ですし、これは答えていきたい、はい、これは答えていきたいしね、はい、もうでも自信満々の顔ですよ。よう塗ってるしね。塗らねえ、塗らねえ、はい、さあ行きましょう、答えどうぞ。どの、はい、正解です。よしよし、いい滑り出しですね、はい、いいですね、うん、ありがとうございます。さあ、はい、この調子でいきましょうよ。いきましょう、ポンポンとね、いきましょうよ、ね。さあ、いこうか。こちらでございます。こちら、マスコットゆきちゃんからいただいた第2問。体が、頭部、胸部、腹部からなり、胸部から足が6本生えています。うん、さて、これは、何の特徴でしょう。これはもう正式に答えていただかないとダメですね。そうですね。ざっくりではない。体が頭部、胸部、腹部からなり、その胸部、胸の部分から足が6本生えています。はい。今頭に浮かんでるのは何？ムカデ。ああ、というね、絞らんでもいいんですよね。そうですね。絞らんで、そういう種類の特徴。はあ。でも、虫と表現されると不正解です。カード使いましょうかね。ちょっと難しいですね。カードを使う。さあ、様子を見ますと、この上のその、ちょっと虫ではない、ちょっとこう、何やろ。いや、ちょっと、両方とも雰囲気変わるね。お量も、はい、なかなかうまいことこう。今、ポンが、虫ではないって言ったんですけど、虫ではないことはない。ではないよ。ですよ、うん。表現の仕方がね。うん。はい。虫ではない。うん。虫ではないけど、うん、不正解ではない、ね。ではないね。行き過ぎ。ヒント行き過ぎ。ヒント行き過ぎても分かってないんでね、あの。ヒントか使うかまず選んで。使います。はい、どちらを。上のそのんで。これは行ったな。これは行ったはずやで。体が頭部、胸部、腹部からなり、胸部から
足が6本生えています。6本。さてこれは何の特徴でしょう。上野さんお答えください。昆虫。正解です。これはちょっとね、歯応えのない問題でしたね。歯応えガッと答えにして欲しかったけど、あの正解なんでとっとと出ていくというかこれで終わりや。お前やで。昆虫の特徴ですね。なるほど、ナイスファインプレー。まあ言うてもまだ2問目ですからね、はい、本当に上の人なんか嬉しそうな顔して入ってくるからね、うん、もっと難しい時にな、はい、使ってほしかったねというね。ひょっとしたら難しい時に、はい、今回も特別に使うかもしれませんので、はい、さあ行きましょう。この辺は気をつけていただきたい。はい、3問目。さあこちら、これはなかなか難しいと思いますね、ある意味ね。リッキーからいただいた第3問。今年の北京冬季オリンピックでカーリングの日本代表に選ばれたチームの名前はロコホニャホニャホニャ。ではこのホニャホニャホニャに当てはまるのは何でしょうか。お答えください。これはね、ヒントの出しようがないし、これは学校の勉強できるだけじゃなくて興味があるか、 そしてちゃんとそういうニュース見てて。カーリングのチームの名前なんですよ。もう無理やもん。はい、上野さんなんか急に立ち上がってどっか歩いて行った。え、俺の仕事はもう済んだってな感じか。いや、行ってください行ってください。はい、聞いたことわかるよね。あの、はい、カーリングとか、カーリングの女の子たちいるよね。わかるよね。モグモグタイムとかあった人たちね。はい、うんうん、その人たちチームがあるんですよ、はい、チーム名が。ちょっといいですか。はい、これちょっとヒントは難しいですか。これは、うん、出しようがない。何文字かとかいきますか。それかヒン、ロコ丸丸丸丸、四つですね。ロコ丸丸丸丸。これはな、カーリング見てなかったら確かに。ああ、もうこれ使われへんな。うわ、あのね、はい、後ろから二個目の丸にね、はい、棒線入れてください。はい。棒線入れるのはどういう意味かわかりますか。はい、伸ばし棒ですよね。はい。はい、今それで。どんな感じですか、頭の中で。ロコロコ、いいんですか、続き言うとてくださいよ、はい、ロコモコーク。ロコモコーク、ロコモロコモコークって、まあ伸びてますけど、伸びてます。増えてません、字。ロコ4文字、ロコモコーク、モコーク、ロコーク、はい、まあ違うな。ロコ、もうこれは無理やな。はい、わかりました。一番下例です。ロコホニャラレ、伸ばしてで、うん、これでちょっと当てはめて、だからね、頭から2番目、2番目はラロコホニャラレ、ホニャ入れてください、一文字。はい、どうぞ。ロコプラーレ。まあこれは何とも言えんわ、まあ、プラーレと言われたらプラーレやし、うん、え、ロコソラーレ、ソラーレです。ソラーレ、もうこれは分からんわな、見てなかったらな、うん、これはまあしゃあない、聞い取り直して、はい、いろいろ教えてもらったのに。はい、さあ行きましょうか。はい、じゃあセカンドチャレンジ行きましょう。こちらでございますね、セカンドチャレンジ行きましょう。こちらお願いします。はい、こちらお名前が、ハリネズミからいただいた第一問。甘いはスイート、辛いはホット、では苦いは何。うわ、全然分からん。これ甘いはスイート、これは辛いはホット、では苦いは何でしょう。これ、今何やもうパッと思ったん。ブラック、うん、ね、ブラックは苦いは苦い ね、コーヒーね。もう使わんとしゃあないか。はい、使います。じゃあお寮行く。はい、じゃあお寮で。お寮行けるか。スイスイと甘いはスイート辛いはホット、では苦いは何でしょうか。
か。俺は何むっちゃなんか言ったるでみたいな空気入れるやけど、お量お答えください。ビター正解です。うわすごい、言われてみればビターチョコレートとか言うもんね。言うな、そう言われたら。ナイスナイス、分かってた。わかりました。これはこれなんでわかった、なんで教えてもらうの、こんなん。別にチョコの、ああやっぱチョコレート種類も、ね、すごいな。まあしゃあないね、あの、はい、ポンはチョコレート食べたことないからね。食べたことあんねん、今も食べとって。今も食べれたの。甘いチョコレートスイーツ食べてました。甘い方食べてたからね。まあそこにビターって書いてたら腰抜けるで、はっきり言って。はい、俺はナイスファインプレーありがとうございました。ありがとうございます。もうピンチやな。はい、ピンチです。もう1問目や、ね、1問目で使ってもうてんねん、はい、しかしあのお量の出来の良さに感心するね。いやすごいね。いまだに何にも間違えてへんし。ほんまや。ええー、もないし。風鈴から受け継いでるちゃんと。そうやね、うん。すごいね。じゃあ行きましょうか。こちら。RR からいただいた第2問。うん、我が輩は猫である。坊ちゃん、三四郎などなど。明治の文豪として、日本の千円札の肖像にもなった文豪は誰でしょうか。文豪って何ですか。人ってことですよね。そうや。まあ言うたら作家さんというかのすごい方。ね、文を書く人です。作家さん。まあ、文豪を置いといて、でもそういう作家さんや。うん、我輩は猫であるとか。いっぱいヒントが入ってますよ。千円札の肖像が思い出しいな。そうです、その人です。パッと。ヒゲ生えてる人やな。はい、生えてたかな。今ほんな答えじゃないからええよ、別に言うてみ。誰やった、生の肖像がパッと思いつく、言うてみ、はい、五郎ですよね。誰やね五郎。BB 五郎が出てきたびっくりするけどね。とか五郎ですよね。じゃ五郎はつかへんよね。稲垣五郎とか。僕は野口五郎さんが出てるの。ああ。それ野口英世さん、はい、野口英世さんの方言ってんの。違いますか、もう変わります。野口五郎さんって言ってたお前。そういうことか。そこから、ああなるほど、野口英世さんっていう思ったんが、うん、野口五郎さんや思って、はい、で五郎ってまず言ってしまったという解説です。はいはい、でも違うということで。全然違います。あ、はい、でも名前一人出てきてるんですけど、この人が千円札の顔やったかって言われるとそうだったかって。一番が言ってみ。ダーです。え、ダーです。え、だ違います、ね、だで始まる人。言うてみ、一回だが言うてみ。太宰治さん。太宰治さん文豪だけども、俺ダンダダンさんって言ったからもうどうしようかなと思うな。あ、これは出てけえへんな。なんで坊ちゃんとか。坊ちゃん、我が輩は猫であるやで。はい、有名ですよね。これ何問目、まだ2問目です。2問目、はい、もう使ってしまってますね。使ってますね、はい、もう使ってもうてるんです。四季の言うて言ってみ。四季、春、うん、夏、うん、分かりました。うん、いや違うや、さっきじゃない、言えよ全部。秋、うん、冬。びっくりした、俺分かりましたよ、季節あったんかな思って。春、夏、分かった、分かりました。危ない、わかった。はい。はい、わかりました。じゃあ答えどうぞ。夏目漱石。はい、正解です。正解。五郎。びっくりした。野口五郎。あれさ、改札口で君のことだね。そうですよ、うん。びっくりしましたね。じゃあ行きましょうか。こちらです。うわ、これも。え？でもまあ、こちら、うのうだ。パンパンさんからいただいた第3問。日本で初めてのノーベル文学賞は誰でしょうか。さあ、行きましょう。文豪ですね。文豪です。文豪ですか。続いて文豪です。俺もうバカですから全然分かってないんですけども、代表作で言うたら雪国。雪国って知ってる？トンネルを抜ければそこは暗闇だ。いやいや、抜けとんねん。抜ければまた暗なった、怖いつまで続くのこのトンネルが。そうね、トンネルを抜ければそこは光っている。光ってる、ピーカーン、うん、まあまあ光ってるような、まあ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 、そういうのを書いた方や。トンネルを抜ければそこは、ヒント、座長の名前言うてんけ、新喜劇の。
清水健二さん。じゃ清水清健まだ座長ちゃうやん。なりたいんや。リーダーや。清健はリーダー。清健は座長になりたいんやや。インパクト強すぎて。はい。はい。座長や。酒井愛さん。はい。辻元茂雄さん。辻元さん違うやん。あもうはいはい。今は。うん、もうはい。前は。もうそうですね。うん、スッチーさん。うん、ほんで、うん、うん、一之助師匠は違うな、はい、座長座長ですよね、あのバイプレイヤーや、ね、出てこんここまだそうやんな、小籔も小籔、あ小籔もう一人あれですよね、あのだって顔出てるんですよお前な、はい、一応先輩やそうですよね、顔出てるって、顔出てるんです、カーンや、そうなんです、はい、そうなんです、顔出てるから、顔出てんやろ、ごめんなさい、じゃあ雰囲気で言うてみれ、まず座長の名前言え、まずか川端さん、川端さん、川端さん、さあそれではフルネーム川端康ちゃうで、え、はい、その中にいらっしゃるということですね、だから川端、川端、わかった、はい、なんとなく、はい、なんとなくか、まあしゃあないね、もうしゃあないね、行くしかない、さあ行きましょう、答えどうぞ、川端康成、おーすごい、マジか、奇跡が起きました、え、なんてちゃんとスッと言えそこよしよしよし、びっくりしたわ、よかった、急に当てたもう終わりや思ってたから、ああそう、これ何問目、今 3問目です、今3ね、次は4問目やね、よっしゃ、おーな、もうこれこれでいけ、もう今日はもういくで、お願いします、はい、はい、こちらも、こちら、RR からいただいた第4問、もうないよヒントは、大学の問題です、うん、前回難関私立大学であるカンカン同率が出ました、うんうん、では三金交流この大学をお答えください。難しいな。三金交流って答えてください。三金交流です。な。関関東立と。いや、出てこないです。龍は出るやろ。はい。うん、雰囲気言うてみや、軽めに。龍王大学。違うねんな。あ、違うかった。さあ、それでは、上野村を使わせ使ってよ。使います。上野村は強いよ、絶対に。使います。さあもう特別やで、もう5問目行きたいねん、じゃあ上野ソロンに来ていただきます、三金交流です、これ強いね、はい、大学の問題です、強いで、最近三金交流の大学をすべてお答えください、上野ソロンお願い、京都産業大学、はい、近畿大学、はい、甲南大学、はい、龍谷大学、正解、ありがとうございます。マリック最近すごい男前。まあまあ。まあ番組もね、ちょっと引っ張っていかんとね。どうですか。ナイスファインプレイ。ありがとうございました。龍谷。すごいな。頼りになるね。ありがとうございます。やっぱり本田先生と今やってあるから。まあ、はい、それでやっぱこう MC 力というかそういうのね。Spotify でやってます。はい。よかったら聞いてください。昭和の面白いな喋ったり、はい。ありがとうございます。じゃあ。あ、まだ時間は大丈夫ですか、どうしましょう、行きましょう、じゃあそれでは5問目ですので、はい、お寮が選んだ問題を、引きまして私が、はい、それで答えていただきます、ノーヒント、うん、一発で答えていただきます、もうこれは何もヒントなしです、はい、5問目だからね、シンキングタイムが鳴り終わった段階で答えていただきます、はい、これはもうここを忖度し出すと、はい、そうですね、あかんのでね、もうここまでやってこれました、久しぶりじゃん、だいぶここまでが異常に忖度しますから、はい、ここまでの忖度はえぐいです、えぐいですね、ラスト問題、そうです、いやでもここでちょっとバシッと決めて、決めお肉出そう、はい、もう頼むで、お肉生活始まってる、今日のエグいのはもう野口五郎さんでした、五郎さあ野口やろ、普通それやったら出てくる出てくる、野口から五郎言うてもたら分かんねえ、野口五郎さん、はい、じゃあセレクト、セレクトね、はい、セレクトね、何万円の2万、どっちかでやねんな、どちらが、俺はセレクトしたから、カバ抜きみたいになってる、こっち、はい、さあ行きましょう、え、お寮ちゃんが読むんじゃないんですか、いいんですか、あ、お寮読む、はい、お寮急に読める、でも大丈夫かな、いつもフーディーは読んでたけど、うん、はい、はい、じゃあこれ読んでください、お願いします、いけますか、はい、はい、ではマイクの前にどうぞ、はい、じゃあ
もう、ポメズといてや。はい、見てないです。頼むで。はい、さあ、それでは行きましょう。5問目です。宇野兵道からいただいたファイナル問題、どうぞ。京都三大祭りとは、京都三大祭りとは、葵祭り、時代祭り、はい、さて、もう一つは何祭りでしょうか。これは簡単やな。うん、簡単やな。簡単なんですか。さあ、新旧タイムが始まりました。葵祭りと、時代祭り、京都三大祭り、あと一つの祭り、もうこれは出てもおかしくない。もうこれはノーヒント。これは逆に言ったら、もうこれやしか来るもんね。行きましょう。京都の三大祭りとは、答えどうぞ。山祭り。なんかありましたよね、山に灯すやつ、火。それはあれやんか、五山の、うん、送り火や。ごめん、立ち上がっちゃった。これ一瞬どつかれんのかな、急に。立ち上がってましたね。この10年初めてじゃ立ち上がった。いや、もう行って、ほんま行ってと思ったから。祇園祭り。祇園か、うん、山祭りということでした。火に灯すやつじゃなかった。火に灯すじゃん、火を灯すやん、はい、火に灯せ、どうするよ山を。あー、お肉。